エル国から国民を守る会代表のサーファー高橋です。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。エル国の大橋、塩田、エンド、どうした？動画全然上がってねえな。大橋はあれだろ。確かゴールデンウィーク中に模様替えをしたりして、動画1週間ぐらい上がってなかったよな。先月のあれか環境委員会響いてんのかおい。また模様替えか。いつか曲がってねえぞ、お前。模様替えごっこかおい。それにしよった。もう1ヶ月も上がってねえよ。1ヶ月も。しよたくん。友達でもねえのになんかさ、俺に心配して電話してくれたよね。その音声データ公開しちゃっていいね。ねえ。一ヶ月前だな。テレビ東京。4月18日って書いてるけどさ。何？お前ら YouTube で活動報告するんじゃないのね。お前らさあね。何やってんのね。何やってっかわかんねえんだけど。塩田。お前の議会遊びっていいね。なあ。お前が活動報告しねえんだったらや、ウォッチングしに行かなきゃな、お前な。すると遠藤も、動画上がってねえぞ。遠藤。前回のあれか、漂白剤の謝罪動画、一個上がってねえや。ひよってんの、お前。ねえ。なあ、お前らが動画上げないでよ、ねえ。なんで皇帝派チューバー一生懸命上げてんだよ。カボフラ見てみろよ、お前。けなげなカモフラがや、お前らのためを一生懸命思って応援の動画上げてんだろうや。その中でお前らさ、何動画上げねえんだよ。なあ。どうすんだよ、お前カモフラもよ、裏切っちゃったらや、もう皇帝八部いねえじゃん。ピコ次郎なんかや、もう干されてるようなもんだからやな。再生回数なんか鼻くそレベル。なあ。後継ゆっくりチャンネルはなんだあれ、尾崎さんのところかな今。お前ら選挙ねえからさ、なんもできねえよな。てか今まで選挙があったから応援ごっこっていう形を見せてきてたけど、ねえ、選挙がなければさ、お前ら何やんの？何してんのね？ねえ、なんもしてねえんだったらやめてくんね？無駄な税金だから。なあ、しおた。今月中だぞ、お前。二平ちゃんの謝罪動画。出せなかったら、悪いけど、川口も傍聴しに行くよ。うん、行きまくるわ。うん。リアトツ覚悟でよろしくな。おかしい。来月な。バイバイ。